ウィークの今夜はこの特集、春の、もうさあ、ちょっとこの間から何度も言ってんじゃん、もう友達に笑われんじゃんよ、もうちょっとババアノックしろよ祭り。今年の1月16日から始まったこのコーナー、スペシャルウィークの今夜ついに拡大版をお送りします。本当に非常に大人気、先ほどねセックス山口さんもね、ミックスしていただいたセックス山口さんももうババアノックしろ大ファンなんで言っていただきました、ありがとうございます。そしてこの今夜はこの祭りにふさわしいこんな方もスタジオにお招きしております。このコーナーの生みの親、番組アドバイザーの瀬野鎮こと瀬野正夫さんです。お帰りなさい。あ、どうも。あ、どうも、ご無沙汰です。そんな、ちょ、いやいやいや、そんな声の出し方してないです。心配してくださった方は心配かけてごめんなさい。そうですよ、そんでしばらくちょっと番組お休みしておりましたけど、瀬野鎮さんは今年の1月中旬から体調を崩して、入院されていたということなんですね。そうですね、一月ぐらいですね。はい、一月。ちなみに体調を崩した原因は酒ですというね。そうですね。気をつけましょうね。いや、ちょっとその発音でも喋りづらい。おかげで、うん、ノンアルコールビールの味に詳しくなりましたね。あ、いろいろあるんですね、ノンアルコールビール。ええ、うん、やっぱ美味しいのもあれば、うんうん、やっぱね、さすがにね、うん、まあどこのとはメーカーはいませんが、売れてるのは美味しいですね。ああ、ちゃんとそのうまいなと思って。売れてるなりの理由がありますね。 あとビールの代わりだと思わない方がいいですね。あれはあれ、あれ、ああいうノンアルコールビールという飲み物として飲むと美味しさグッドアップします。確かにそうだよね。その偏差で考えると失望がね、そう、増えちゃうもんね。ノンアルコールビール。失礼、はい、ね。ちなみにね、代わりっていうのは、セブンチンさんね、あのリスナーの間では、死亡説がささやかれていた。そうそう、あのね、そう、セブンチンさんが来てますって歌丸くんが言った時に、うんうん、ツイッターで、はい、生きてたんですか。死んだとか、あのいくらなんでも、あの亡くなったら亡くなったでね、それは言いますしね。はい、まあまあ、その順調に回復して、すでに退院という、2週間ほど前からタマフルね、この現場にも復帰していただいております。まさにレベナントをよみがえりし者、はい、それが瀬野正夫ということでございます。いやー、あれはね、あそこまで行っちゃったらもう大変ですけどね。大丈夫ですか。血だらけでしたからね。あの話がおぼつかないんですけど大丈夫ですか。あのこのコーナーね、あの聞いていただいてましたか、その後。はい、聞いてました。あのちょうどね、そのこの始まる直前ぐらいにね、あの、はいはい、入院されちゃったから、ええ、うん、あのどうですか、この人気具合は。まあやっぱりいますね、うん、お母さん、お母さん話、はい、こんなに広がると思わなかったんだ。一つぐらいはあるだろうなと思ってましたけど、うんうん、それぞれ一個ぐらいあると思ってたけど、いろんな角度から来ますもんね。でね、やっぱお母さんそう言われても、うん、ノックしろって言っても、しなかったっけとかさ、うん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 、ノックぐらいいいじゃん別にとかさ、全然文句言っても答えないですよね。答えないところはね、うん、またね、また腹立つんだよなみたいなことですかね。もう今大人気コーナーとなっておりますので、はい、ということで早速バンバン読んでいきたいと思います。瀬野鎮さんと一緒にリスナーの皆様から届いた告発メール、はい、できるだけ紹介していきたいと思います。では最初のメールです。ラジオネームむーちゃんからのメール、その踏み台ってというね、その踏み台ってという内容。当方33歳、事件は約半年前、かみさんが出産し、私の実家に家族で居候した時起こりました。もう結構大人になってからですよ、33歳、実家では階段から子供が落ちないように階段の前に高い、囲いを作っており、それを越えるのには踏み台が必要なのですが、子供が登っちゃわないようにってことは、そもそもね、何を思ったのか、マイマザーは私の使い古しのEROBOOK エロブック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 をどこかから、調達し、踏み台に使用しているというのです。皆さんよくご存知のいわゆるかなり分厚い月刊のエロコミック雑誌です。母はちょうどいい、厚さの本があったということで、何の躊躇もなく裏表紙のメンズクリニックの包茎手術広告を踏んでいきます。しかしそのことをよりにもよってかみさんから、あの踏み台私気づいたんだけどエロ本だよねと指摘されるという CHIJOKU 恥辱。かみさんと母から同時に恥ずかしめを受け、即座に踏み台を、コロコロコミックに交換が書いてますね。コロコロコミックに交換したのは言うまでもありません。ババア33歳にもなって足で踏まれて俺の心はぺしゃんこだよ。なるほどね。コロコロコミックだとでも足はみ出すんじゃないですか。大丈夫ですか。まあね、あのなんだ、快楽なんとかみたいなやつだな、快楽をそのあるよね、なんかね、エロ本でね、うん、頓着しないんですかねこれね、本でしょ、本は本でしょみたいなことなんですか。そうですね、お母さんは
踏んでたんですね。じゃああれじゃない、子供のエロ本見つけても逆にそのあらお年頃ねみたいなぐらいでスルーして、でも33歳までそれはもうエロ本でぐらい読むでしょそんなもんはみたいな、そのぐらいの、だから別に分け隔てないだけかもしれないですよね。裏向きにしてたのは なんかあるんですかね。裏が配慮だったんじゃないですか、じゃあ。包茎手術広告、うん、お前は大丈夫かっていう。いや違うと思いますよ。なんで、ね、違う、それ子供まで産んでんだから別にいいじゃないですか、別に包茎だってなんだって別にね。えまあまあそういう、じゃあちょっとジャブ程度に言っていただきました。続きましてですね、じゃあこれサブタイトルから先いくね、卒業文集にていきますよ。ラジオネーム住まいが違いますさん、男性からのメールです。宇多丸さんこんばんは、初めて投稿いたします。二児の父である私には今なお続く呪いにも似た母沈む案件があります。それは私が中学校に入学したてのある日のことです。同じ小学校出身のジェイコがニヤニヤしながら話しかけてきました。スマイくんね、スマイが違いますのラジオ、スマイくんってさマザコンなんだね。こいつ何を根拠にいきなり何を言ってるの。正直大混乱です。何、一体どういうこと。彼女の発言を問いただすと、そこには恐ろしい母沈むの真実が。小学校の卒業文書に書いてあったじゃん、スマイくんのお母さんが最近スマイがやたら触ってくるって書いてたよと、どこまでもにやけ顔。種明かしされ一瞬パニックに陥る私。そもそも小学校の卒業文集に親のコーナーがあることすら知らず、にわかにはジェイコの言うことは信じられません。急いで帰宅し、慌てて卒業文集を引っ張り出して親のコーナーを読むと、そこにはこんな一文が。スマイ君は最近よくお母さんの肩もみをやってくれますね。小学校も高学年になり、女性の体に興味が違うわ女性の体に興味が出てきたのですね。女性に触れたい年頃になったことを点々何を書いている、何を書いている恥ずかしさ、怒り、悲しみ、受け身の取れないもどかしさジェイコのみならず同じ小学校出身者およびそのご家族の皆様に読まれているんだ。しばらくは母親に反抗的になり、スタートしたばかりの中学校生活が楽しくないものになったことは言うまでもありません。なるほどね。これはさ、まずさ、卒業文集っていうのは一生大切にするものでしょ。お学校側とか先生がさ、お母さんこれはちょっとやめた方がいいですよとか、微笑ましいとか思ったんでしょうかね。だから要は結局大人は舐めてやがんすよ子供のこと。所詮なんかその成長とかもこっちの性の目覚めも分かるよ、親が微笑ましく思ってんのは。でもこっちはさ、ねえ、必死で育とうとしてんだよこれはさ。ジャックは必死なんだよこれはねえ。これだってさ、しかも肩もみをさ、肩もみ親切でさ、おそらく住まいが違いますさんは親切でやったんじゃないですか。それはそうです ねやった結果さ、母思いだったんだ。女性の体に興味が出てきたなんでそのお前その、ま、的外れかつ上から目線な女性に触れたい年頃になったことを点々ってなんだこれ何を書いている俺名言ですねこれね、素晴らしいと思いますね。ちょっとこれはひどい、これ学校側も一緒に糾弾したいところです。さあ、続きましてですね、これタイトルハッピーティッシュ、ラジオネームアリス川オトメティカさん、男性からのメールです。タイトルでもね、ハッピーティッシュ。田村さんこんばんは。先日大学を6年かけて卒業し、私と同じですね、陰浪という名の引きこもり生活を送るべく故郷秋田に帰ってきた。陰浪というのは大学院に入るための浪人ってことか。故郷秋田に帰ってきた私のとあるきっかけによって思い出した屈辱、裏切り、悪夢によってお話したいと思います。すごいね、屈辱、裏切り、悪夢って、もうなんか裏切りのサーカスとかそういう映画みたいな感じあれは中学3年生の頃、高校受験を控え学校全体が受験モードとなっている中、私も慣れない勉強を慣れないなりに頑張っていました。さて、効率的な勉強には適度なストレスの発散が必要です、では一般的な男子中学生にとって最も効果的なストレス発散の手段とは何でしょう。そう、おしこりですね。おしこりって初めて聞いた。あの秋田の風習みたいに言うんじゃねえと、おしこりってこれでもある意味ね、ババアの釧路の王道っていうかね、これね、その当時全身これ弾痕と書いてファルスファルスと化していた私にとってきちんと押しこれるかどうかは勉強の成果と直結していましたけれども、そんな私のくすみにはどうしても無視できないあるしこりがありましたお前うるせえな、おしこりあるしこりがありました。我が自室への侵入者、OFUKURO、 おふくろの存在です。
彼女は定期的に私の部屋に侵入し、机周りから本棚付近はおろか完全な死角であるはずのロフトベッドの上まで全てを片付けていきます、うん、そして、はいはいはい、そのロフトベッド周りを片付ける際、毎度毎度私が後で片付けるつもりで放置していたハッピーティッシュ、おしこり後に残るものが、ガバリとさらっていくのです。この定期的な恥ずかしめは思春期の私の心を激しく傷つけていました。しかしそれでも私が OFUKURO、お袋の侵入を強く禁止できなかったのは、掃除の後で彼女が毎回、鼻炎で辛いの、鼻炎で辛いのはわかるけど、鼻をかんだティッシュはちゃんと捨てなさいね、と言ってくれたからです。確かに当時は私は鼻炎で鼻をよく噛んでいたので、お袋は鼻炎に悩まされる息子のティッシュを純粋な善意で片付けているのだろうと思って、逆に申し訳ない気持ちでいました、うんうん、その一方で私は Girl in the box 箱入り娘で、ね、天然の入っているお袋のことだからガチで何が何なのか分かっていないんだろうなと推測しており、それが気休めとなって恥ずかしかしさによる自我の崩壊をギリギリのところで踏みとどまらせていました、うん、なるほどね、うん、全てが終わったのは全てが終わったのはお袋と喧嘩した時でした。その日勉強をサボって爆音でギターを弾いていたもうダメですね、勉強をサボって爆音でギターを弾いていた私の姿に激怒した彼女、これは受験ストレスの発散なのだと言い張る私、町長発信の口論が続く中、私を本気で殺すつもりの私を本気で殺すつもりでキラー中キラーキラーワード本気で殺すつもりで母が放った一言、お前勉強もしないでギターは弾くわ、部屋にはマスターベーションに使ったティッシュを散らかすわ真面目に勉強する気があるのかその時愚かな私はやっと気づきました。ああ母はあれが何だってちゃんと分かっていたんだなと、そしてそれが分かった上で何を鼻を噛んだティッシュだとボケて善意の顔をかぶった侵入を続けていたんだなと私は泣きました泣いちゃった身を裂くような恥辱と裏切りによる苦しみを洗い流すように涙をいっぱい流して、それからの私はこの一件によって溜まった莫大な怒りをノートにぶつけ続け、なんとか第一志望の高校に合格しました。また一番、机の一番下の引き出しに小さなゴミ箱を隠し、そこにハッピーティッシュを捨てるようになり、他の処理方法ないのかよこれで話は終わりではありません。秋田に帰郷して2週間ほど経った先日のことです。九段の出来事以降、何を机の隠しゴミ箱に捨てることが完全に習慣となった私は、いつものように引き出しを開き、ハッピーティッシュを捨てることにしました。その瞬間、全身が総けたしました。こちらに来てから溜め込んでいたティッシュが綺麗になくなっていたのです。これはもしかして、いや絶対にそうだ。悪夢は終わっていなかったのです。ババア！俺もいい歳なんだし、この悪夢を早く終わらせてくれ！ハッピーティッシュのねやり場にはやっぱ誰もが困ってるんじゃないですか。これでもね、そのティッシュの処理方法他にねえのかよっていうかね。俺あの溜まったのを、うん、トイレに流して大変なことになったことです。あのティッシュはトイレに流すとっていう、ね、そうですことある。ちょっとこの方ね、電話が、アリスガオトメティカさん電話がつながってるらしいのでお話を伺ってみましょう。もしもし。あ、もしもし。どうもこんばんは。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。どうもどうも、ありがとうございます。ね、ということで、はい、屈辱、裏切り、悪夢。まずその、あれですね。はい。喧嘩でね、一番こっちも強く出てる、はい、その最高潮で、はい、最も恥辱的な、こう、攻撃をされたというね。あれ、きついですね、これね。いや、本当にきつかったですね。さっきメールにも書いたんですけど、僕自身も全く母親、そういう気ないんじゃないかなっていうふうに、まあ、思ってたんで、うんうん、しかもその、今、歌丸さんも言ったんですけど、喧嘩の一番、盛り上がってる瞬間に、はいはい、思ってない、しかも、視覚から最強の、そう、しかも、ね、はい、うん、言語が出てますからね。マスターベーションってね。だからそこら辺のきちんとしたところで言うのがきついっていうのもありますなんかそこでね、部屋にはなんかいかがわしいティッシュぐらいに留めとけいいものを、そうそうそう、マスターベーションに使ったとまで言われたらもう逃げ道がないもんね。いや、全くないですね。うん、これ、うん、ちなみにその、なんですか、アリス側、はい、オトメティカさんは、それ言われて、はい、私は泣きました。はい、泣いちゃった。本当にない、母親の前で泣かなかったんですけど、ちょっと、確か無口になってパッて家帰って目を見てちょっとポロッと綺麗な涙出た。綺麗な涙。なんかそのお袋にマスターベーションっていう単語を使わせてしまった罪悪感みたいなものもなんかどっかあるかもしれないよね、はい、そうですね。それがそれも絶対あったと思います、はい、お母さんもさ、その泣くまで
泣くまでそのショックを与えてしまったことに、お母さん側の反応はどうだったんですか、その後。ああ、母親もそうです。いや、なんかそう、母親は割とひょうひょうとしてるし、うん、なんか忘れてるみたいな。あ、忘れてる。はい、あ、ちなみにですね、はい、お母さんは今、はい、どちらにというか、何してらっしゃるんですか、今は。あ、お母さん、今、隣にいるんで。うわー、ちょっと。ちょっとこれ僕も話すの怖いですけど、ちょっとお母さんにも事情を伺ってみるという意味で、お母さんお話電話かかっていただいてよろしいでしょうか。あ、大丈夫ですよ。どういうこんばんは。もしもし、こんばんは。はじめまして。はい、すいませんね、ちょっとぶしつけなコーナータイトルでございますが、まあ、母へのこういろんな愛を歌うというコーナーでございまして、今お話伺っていただいてました、その件については。はい、まず基本的なところですけども、息子さんのそういう行為について当然じゃあご存知だったということですか。いや、その頃のね、年の子っていうのはそういうのあるだろうなって、私は経験ないんですけど、うんうん、あるだろうなとは思ってましたので。ははは、ハッピーティッシュは最初からハッピーティッシュだなっていうのは分かってたんですか。分かってました。これちょっとごめんなさい、高額のためにというかですね、これを聞いてるその今その年頃のね男の子たちもいると思うんで、何でやっぱ匂いとかですか、やっぱ何で分かっちゃうんですか、これは。鼻水じゃねえなっていうのは。え、言っていいんでしょうか。いやお願いします。濡れ方です、ティッシュの。あ、濡れ方。濡れ方ね。あ、水分量です、ね。濡れ方が鼻水じゃない。あ、まあ、そうか、はい、そりゃそうか。鼻水の量ではないなっていう。量ですか。そのハッピーだったんだな。これ、ちょっとこれも伺っておきたいんですが、そういうのを見たときにお母様としてはどういう感じなの、その恥ずかしいとか、もしくはその大人になってくれて嬉しいとか、そういう感じで言うとどういう感じなんでしょう、感情として。いや、嬉しいとかそういうのも全くなくって、まあ、そうかみたいな。そっか、そんぐらいかみたいな感じですか。まあそうですね、あんまりこうかなり昔の話なので、覚えてないんですけど、まあ普通に成長してるかなみたいな。あ、まあね、その時お父さんに相談なんかはしたんですか。いや、全然相談はしなかったですね。あんたの時はどうだったのとか、そういうのは。いや、主人にも話したことはないですね。まあ、要はそれほどのことは思ってないということなんですかね、これはね。普通なので、別に、通過点のもんかな、みたいな。まあ、それはね、それはそうなんですよ。ただ、それ片付けることによってですね、その息子さん側が、あ、お母さんにバレたっていうんで、こう、あわわってなるんじゃないかって、こういう懸念はなかったんでしょうかね、これ。だから、鼻水かなって。あ、だから要は、あんた自分でちゃんと片付け、私は見てるけど、ちゃんと自分でやんなさいよ、みたいな、そういうあれもあったんですかね、実は。匂わせることで。そうですね、もう、まあ、男の子なので、片付けるっていうのはなかなか、下手くそなので、うん。はいはいはい。だから、まあ。まあ、しょうがねえな、ぐらいの。出るものは出るっていう感じで。出るものは出る。出るものは出る。ちなみに、そのですね、問題の、お母様とですね、はい、その、喧嘩してですね、その時に、はい、ついその真実を言ってしまったという、この件はご記憶はされているんですか、これは。いや、私はもう忘れていたんですけども。あ、そうですか。言われたらそうだったかな。そんなこともあったかな、ぐらい。その時にそのね、息子さん泣いちゃったって言うんですけど、そんなこと知ってました、泣いちゃったなんて。知りませんでした。ああ、そう。いや、傷つけたんだなって、そんなにデリケートだと思わなかったんですよ。出た。お母様、これがですね、我々が言うところ、はい、母沈む。母性という名の無神経というね、我々がこうちょっと言わさせていただいているものでございまして。はい、あ、そうですか。母性という無神経というのは、もうわかりました。いや、すいませんね。本当にすいません、お母様。はい。ね、元々は片付けないね、その息子さんが悪いんですからね。はい。ありがとうございます。なんかちょっとお呼び立てしちゃって、こんな。はい、いいね。ありがとうございます。息子さんにじゃあもう一回。はい、ありがとうございます。はい。お願いします。はい。いや、すごいな。はい、もしもし。もしもし。はい。これでもね、はい、アリス川乙女ティカさんね、今、お母様、ご出演で、非常に貴重な証言が得られました。母沈むサイドの気持ち。そうですね、ネットで見ても、あんまり法律編のことしか書かれてないし、あと、母親側の心理ってあんまり語られることってないから、そうですね。もちろん参考になったし、もう生かせないと思うんですけど、乙女ティカ君もやっぱり乗り越えたんだね。そうですね。それがあるから今、こうやって、今こういうのがあって。てか、これをお母様とね、仲いいんだよね。結局ね、お母さんとはね。
あ、そうなんですよ。その、僕のあれが、あの一件以降なんですけど、母親に対する見方もかなり変わっ、いい意味で変わって、なんかそれまで割と、なんだろう、箱入り娘じゃないですけど、天然だなとか、なんかテレビで寝ればがあるとすぐ消すみたいな硬い人ってイメージだったんですけど、それ以降なんか母親の逆にそういうなんかマスターベーションって言っちゃう感じのフランクさだったりとか、あと、音楽も、はいはい。意外と悪い音楽、例えばメタル、ヘビーメタルだったりとか、ハードロックだったり、あ、そうなんだ。はい、ダブルとか、母親は聞いてて、それで一応ライムスターのことも、あ、そうマウディさん、ラブル。あ、はい、やってますね。うんうん。はい。はい。で、なんか、それまでちょっと宝島さんの、わしだ特集で出てる歌丸さんのことぐらいしか知らなかったんですけど。はいはいはい。おうおう。それ、はい、それからちょっとライムスターとかっていうのをきちんと意識するようになって、あ、そうなんだ。そうですね。お母さんもおいくつですか、ちなみに。今もう56、今年で6です、ね。ああ、そう、じゃあ結構じゃあ、はい、とはいえ若い音楽聴く感じではあるね、やっぱね。そうですね。なんか、母親、双子なんですけど、うんうん、双子の姉、あ、妹の方が、あ、そういうの好きで、ね。そういう音楽好きで、はい。うん、ありがとうございます。いや、ありがとうございます、はい、じゃあ、はい。はい。ということで、じゃあ、結局ね、そういう、じゃあ、こういうハシズムに対していろいろね、ぶつかり合うのも効果があるということ、よくわかりましたんで、本当にありがとうございました。はい、乙女が、アリスは乙女ティカさん。お母様にもよろしくお伝えください。はい、わかりました。ありがとうございました。ありがとうございます。いやー、すごい。うん。ねえ、よかったですね、これね。いいコーナーだね。いいコーナー育ってますよね、やっぱね。うん。うん、はい。あ、いいコーナーね。いいコーナーですよ。はい、ということで。じゃあ、続いていきましょうね。続いて、女性からのメールです。タイトル、見つかってしまった女、ラジオネーム、グミコンブさんからのメールです。歌丸さん、こんばんは。あ、こんにちは。初めてラジオに投稿いたします。とても恥ずかしい内容なんですが、春のババアの釧路夜祭りということで勇気を持って応募します。女性ですからね。それは私が18歳の頃の話です。私はもうそれ以前から一人エッチを頻繁にしており、おおほう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 、もうみんな腕組み始めちゃいました。もっと快感を得たいとインターネットで男性器型の大人のおもちゃを購入しました。18歳、そっか、すればエロい人はエロいんだね。実家ですので誰もいない時にこそこそと使用してはベッドに隠しておりました。ほうほうか、これエロ本とかで隠すの難しいね、はい。いつもはベッドの布団を畳んだり綺麗にするのは自分自身の役目なので誰も触らないであろうという自信がありました。しかしある日仕事から帰ってくると、あ、もうお仕事されてたのね。ベッドが綺麗に片付いており、びっくりしてまさかと思うと、男性器の大人のおもちゃがちょーんと布団の上に綺麗に乗ってるではございませんか。バレてしまった、なんか言われるかもしれないとドキドキしてましたが、その日母親からは何も言われず、ああお母さんもそこは気を使って見ないふりをしてくれてるのねと少し安心しました。後日そんな母とテレビを見ていたのですが、番組内で亀が出てきたシーンなんで亀急にお母さんね、ふと思い出したように、そういえばあんたベッドにバイブがあったけどそういえばあんたベッドにバイブがあったけど、あんたが自分で使ってるのと聞いてくるではありませんか頭おかしいのかこのババ亀見て思い出してんじゃねえよしかもなんだよそのよくわかんない聞き方はと思いながら、恥ずかしさと急に引かれてパニックになり、私以外なら誰が使うのとよくわからない解消してしまいました。すると母、普通そういうのって男が女に使うものじゃないのとババア変な偏見持ってんじゃねえよ、父親のエロビの見すぎか、オナニーに使ってんだから私が使うに決まってんだろ、っていうか見つけてしまったんならそのまま見なかったことにしといてくれよ。予想外の返答にびっくりしすぎてそれ以上何も言えませんでした。以上ですというこれやっぱ女性遠慮ないよね、お母さんもね。特に女性同士でもあんのかな、ねえ、普通そういうのって男が女に使うものじゃないのうるせえよっていうねえ、でも布団の中に隠すときは、うん、コンセントは抜いてくださいよ。あ、まあね、ブーブー、ちょっと火が出たりする。コンセント電池じゃないの、ああいうのって。だって普通、いや、これはコンセントだけどさ、この今日の電話はさ、これ用途は違いますよ、用途は違いますよ、用途は違いますけどね、うん、これはまあコンセント式ですけど。でもさ、エロ本だのさ、今なんかエロ映像なんか別にパソコンとかなわけだからさ、うん、それと比べるとやっぱその物は隠しづらいよね。しかもこれ男性器型っていうからちっちゃいローターですらないんですよ、だってカメだもんね。カメいつ頃か分かんないけど、あれじゃん、そのイロハとかがいうさ、うん、形上はそこそこ可愛いとかじゃないんでしょ。だってカメで連想するぐらいだから、うん、結構もろにさ、もろにね、クマンコみたいなクマンコみたいな
さあ行きましょう。続きまして、寄生虫見えてるよというねタイトルでございます。行きましょう。ケース寄生虫見えてる。ラジオネーム、VNWSD さんからのメールでございます。この方3月27日放送で投稿採用させていただきありがとうございましたということなんですけどね、あれは今から25年前私が小学校4年生の時のこと。今はまだあるのか分かりませんが、当時学校で全校生徒を対象に蟯虫検査というものがありました。私も当然ありましたね。今どうなの？今もあるの？最近なくなったという。最近なくなった。あ、そうなんだ。蟯虫がいなくなったってこと。それはセロファンタイプの検査紙を自分の肛門に押し付け、それを指定の紙封筒に入れて先生に提出し、検査機関にセロファンについた菌を検査してもらうというものでした。分かりますよ。あの渦巻きがこう書いてあって、ここをね当てるんでね。この検査の嫌なところは、セロファンの罰印に正確に肛門を押し当てなければ、押し当てなくてはならないところ。しかも一発勝負、一人でやるにはどんな体勢でやっても見えないし、万が一失敗してわけのわからないところにセロファンを押し付け、変な菌が検出されたらその笑い者になると恐れた。当時のバカな私は恥ずかしいけれどパンツを脱ぎ四つん這いになって母親にお尻を向け、セロファンを押し付けてもらうことにしました。当時友達もみんなそうしてもらっていたはずです。そんなある日、学校で先生が蟯虫検査やるから明日までに持ってくるようにとのこと。帰宅後配られた検査袋を母親に手渡し、明日提出だから朝忘れないようにやるから手伝ってと渡し、はいよーと母。翌朝さっさと済ませようと母を呼んでパンツを脱ぐ私、母がセロファン片手に肛門に押し付けようとした瞬間、ボソッと一言、あんた寄生虫見えてるよ。は何だから寄生虫、白くて細い、やだ大変どうしよう、寄生虫いるわけないでしょ、何どうなってるの、あんたそのまま動かないでね、病院に電話してみるから。電話を終え部屋に戻ってきた母、行きつけの内科の先生がとりあえずすぐ見てくれるみたいだからタクシー呼ぶよ。場所が場所だけに自分の目でも確かめることもできず、わけがわからない私は母にパンツも履かずにタオルを下半身に任され、体をあまり動かさないようにねとよくわからない母の言う通り、つま先立ちでぎこちなく弱々しく歩き、タクシーの後部座席に横になり病院に直行したのでした。到着するなり内科の診療室の硬い診療ベッドにうつ伏せになり、先生を待つ私と母。母、蟯虫が腸の中で育って寄生虫になったのよきっと。白、かっこ当時家で飼ってた犬が生まれたての時クソに、寄生虫がいたのよ、あれとそっくり。そして先生が到着。先生、早速見せてくださいね、四つん這いになってお尻向けてね、はい、そのまま動かないでね。緊張する私、一瞬沈黙、そして先生が言いました。先生が言いました。お母さん、これえのきだね。えのきだけ。脱力して下半身丸出しのままベッドでうなだれる私。確かに昨日晩ご飯鍋だった。ババア、とりあえず隣の眼科今すぐ行ってこいやー。蟯虫って騒いだら、昨日の様子に消化されないでできたえのきだけがねお尻から出てたという一幕でございました。細いもんね。ねえ、そんなわけないでしょ、そんな虫がピロって出ててってね。いやでも、あの出て夜中に出てきて周りに卵を産む、産むからなのか。あ、そうか、調べるから。あ、そうかそうか、じゃあ、当たられてもおかしくはないんだけど。そうか、出っ放しっていうのはちょっとな。そんなとこ連れてかれてお尻まで見せられて、でもそあれだね、タクシーの運転手さんも何なんの、何事なんだろうね。しかも後ろでこう寝かされ下半身ターブ巻いて。でもさ、そんなさ、お尻さ四つん這いにしてお尻にセロテープ貼ってもらったりしてるんだからさ、そりゃお母さんに頭上がんないってか、やつらもなめんじゃん俺らのこと。一人前の傷つきやすい心を持った人間として見れなくなるのも当然ですよね、これは。じゃあ他のお友達の中にはえのきをセロハンテープに貼り付けても出ちゃった人もいるのかもしれない。まあそれでもえのきだからいいじゃないですか。どんどんいきますね、ビデオレターで母がという、ね、タイトルでございます。ラジオネームチビさん、男性からのメールです。今から約10年ほど前、当時の職場を退職することになった私は職場の旅行に参加しておりました。結構大人ですね、だからね。当時の職場では毎年年度末に旅行がありました。その夜の宴会で人事異動で転属する者や退職者の送別会をすることが通例になっており、私が退職する数年前からは、転属者退職者へのビデオレターを作成し流すのが暗黙のルールになっておりました。正直そんなに友人もな、多くない私は出てくれるような人の検討は大体ついておりました。そう、もちろん母が出ることも。
そんな母は非常にサービス精神が旺盛なため、何か余計なことをやっていないか正直不安でした。だからまあお母さんの映像が出るのはなんとなく予想はしてた。友人先輩とビデオレターが流れるも、もうそれどころではない。このまま母が出ずに終わってほしい。しかしそんな私の願いも虚しく、元気いっぱいで元気いっぱいに笑顔で登場する冒頭からエンジン全開で当時流行っていた畑ヨークのモノマネを本気で披露する母、その場にいる上司同期後輩みんなが生温かく見守っている空気ね、ジャララーンって言ってね、なんとかじゃないみたいな、生きた心地がしない、あ早く終わってほしい。そこからは真面目な話、職場への感謝、感動的な雰囲気になっていき、これでやっとこの地獄から解放される、そう思った瞬間、本当の地獄はここからだったのだ。突然母が、最後に今だから聞いておきたいことがありますと切り出しました。一瞬何が起こっているのか理解できない私、そして母は続けてこう言うのですこれやばいな。チビね、チビさん、これね、ラジオのチビさん、チビの部屋にあったエッチなビデオがエッチなビデオがロリコンもの、笠木忍さんっていうね AV 女優さん、ロリコンじゃないけどね、笠木忍の AV だったのですが、チビはロリコンなのですかロリコンじゃねえよ。目の前が真っ白になり意識が遠のいていく職場には女性の上司に同期後輩までおり、みんなの視線が失笑とともに突き刺さる。ババア、ロリコン趣味なわけじゃねえんだよ、俺は美人系よりも可愛い系が好きなだけなんだよ。これちょっと誤解なきようにね、ちょっと笠木忍さん、まあ、別に大人っていうかね、あの AV 出てもいいねねの当然女性で、まあ、ロリ系とされる、まあ、その少女っぽい雰囲気ではあるけども、年齢はね大丈夫、そのロリコンものっていうとすごい語弊があるじゃないですか、その今だとその法律、ね、ロリコンな格好をしてただけですね、っていうかその、まあ、的なロリ系と呼ばれるようなやつであって、お母さん最後残念って言ったんですよねなんとかギリねえ、これはこれ暴力だよね、もうここまで来るとね、うん、あ母沈むでございました。駆け足で最後行きましょう、まさかのいい話をお送りいたします、もちこさん、女性からのメールです。いきます。私は来月男の子を出産予定の妊婦です。もうすぐ迎える初めての出産、子育て、そして何より男兄弟のいない私にとって初めての男児との生活。男の子ってどうやって育てたらいいの？元気で優しい子に育ってほしい。乱暴者になったらどうしよう？いつか彼女ができたりするの？息子の性の目覚めに直面したら動揺しないでいられるかしら？まだ生まれてもいない息子の成長をめぐる想像は膨らむばかり、不安なこともいっぱいでした。夫はそんな私を見て、男の子は適度に放っておいてあげてよと苦笑いするばかりです。そんな時私を勇気づけてくれたのがこのババアの釧路湯のコーナーでした。成長していく男子たち、女子たちと我が子に愛情という名の無神経をほごらかに振りかざし輝く母親たちの姿。子育てっていいな、家族っていいな、自分が母親から受けたありがた迷惑の数々を感謝とともに思い返しながら、これから迎える息子との新しい生活を楽しみに想像することができました。コーナー開始当初は、母親ってこんなことしちゃうんだな、私も気をつけなくちゃと学ぶ気持ちで聞いていたのですが、気づくと最近は我が子に愛情をぶつけるのが楽しみ、多少うざがられても気づかぬふりして一生お母さんしてやるぞという気持ちでにんまりとしてしまうのです。これが母性というものかと出産が近づき強くなっていく自分を感じる次第です、長くなりましたが、家族の愛情たっぷりの素敵なコーナー、これからも楽しみにしています、世の中のお母さんたち、私に勇気をありがとう、出産頑張りますというね、おっ、いい話だ、ね、ずっと子供でいてほしいんだよね。そう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 、お母さんもね、僕があれですよ、あの母親にね、そのかっこいいインテリアとか作りたいのに、お花柄のタンスが部屋にあるから、ちょっとお母さんつって、こんななんですぐ使えなくなる、こんなね花柄のタンスとか買ってんだよみたいなこと言ったら、大きくならないと思ったのよっていうね、というエピソードもございましたからね、ということでね、今回拡大版でお送りしてきたババアの釧路、来週以降も引き続き22時台引き続きお送りしていきます。というわけで皆さんからの告発メール引き続き募集していきます。ラジオネーム、住所、そしてあなたがお母さんから受けた屈辱、もしくは現役のお母様が行っているノックレスコミュニケーションの数々を、歌丸@tbs.co.jp まで送ってください。メールが採用された方には番組ステッカーを差し上げます。瀬野千里さん、よかったですね、いいコーナーに育ってね。そうですね、はい、それでは最後に瀬野千里さんもご一緒にお願いします。今夜はロシア語でお送りします。でもね、でもね、ママ産んでくれてスパシーボ ーピンとこねえや。以上、春のババアノックシロヨ祭りでした。だから私が使うに決まってんだろう。っていうか、見つけてしまったんならそのまま見なかったことにしといてくれよ。
予想外の返答にびっくりしすぎてそれ以上何も言えませんでした。以上ですこれやっぱ女性遠慮ないよね。お母さんもね、特に女性同士だから、女性同士でもあんのかな、ね、え普通そういうのって男が女に使うものじゃないのうるせえよっていうねえ。でも布団の中に隠すときは、うん、コンセントは抜いてくださいよ。ああまあね、ブーブー、ちょっと火が出たりする。コンセント電池じゃないの、ああいうのって。だって普通、いやこれはコンセントだけどさ、これはこの今日の電話はさ、これ用途は違いますよ、用途は違いますよ、用途は違いますけどね、これはまあコンセント式ですけど。でもさ、エロ本だのさ、今なんかエロ映像なんか別にパソコンとかなわけだからさ、それと比べるとやっぱその物は隠しづらいよね。しかもこれ男性器型っていうからちっちゃいローターですらないんだぜ。だってカメだもんね。カメいつ頃か分かんないけど、あれじゃん、そのイロハとかがいうさ、うん、形状はそこそこ可愛いとかじゃないんでしょ。だってカメで連想するぐらいだから、うん、結構もろにさ、もろにね、クマンコみたいなクマンコみたいなじゃん。さあ行きましょう。続きまして、寄生虫見えてるよという、ね、タイトルでございます。いきましょう。ケース寄生虫見えてる。ラジオネーム、VNWSD さんからのメールでございます。この方3月27日放送で投稿採用させていただきありがとうございましたということなんですけどね。あれは今から25年前、私が小学校4年生の時のこと。今はまだあるのか分かりませんが、当時学校で全校生徒を対象に蟯虫検査というものがありました。私も当然ありましたね。今どうなの、今もあるの。最近なくなったという。最近なくなった。あ、そうなんだ。蟯虫がいなくなった。それはセロファンタイプの検査紙を自分の肛門に押し付け、それを指定の紙封筒に入れて先生に提出し、検査機関にセロファンについた菌を検査してもらうというものでした。わかりますよ。渦巻きがこう書いてあって、ここをね、当てるんでね。この検査の嫌なところは、セロファンの罰印に正確に肛門を押し当てなければ、押し当てなくてはならないところ。しかも一発勝負。一人でやるにはどんな体勢でやっても見えないし、万が一失敗してわけのわからないところにセロファンを押し付け、変な菌が検出されたら、クラスの笑い物になると恐れた当時のバカな私は、恥ずかしいけれどパンツを脱ぎ四つん這いになって母親にお尻を向け、セロファンを押し付けてもらうことにしました。当時友達もみんなそうしてもらっていたはずです。そんなある日、学校で先生が蟯虫検査やるから明日までに持ってくるようにとのこと。帰宅後、配られた検査袋を母親に手渡し、明日提出だから朝忘れないようにやるから手伝ってと渡し、はいよーと母。翌朝、さっさと済ませようと母を呼んでパンツを脱ぐ私。母がセロファン片手に肛門に押し付けようとした瞬間、ボソッと一言、あんた寄生虫見えてるよ。は何だから寄生虫、白くて細い、やだ大変、どうしよう。寄生虫いるわけないでしょ。何、どうなってるの。あんたそのまま動かないでね、病院に電話してみるから。電話を終え、部屋に戻ってきた母。行きつけの内科の先生がとりあえずすぐ見てくれるみたいだからタクシー呼ぶよ。場所が場所だけに自分の目でも確かめることもできず、わけがわからない私は母にパンツも履かずにタオルを下半身に任され、体をあまり動かさないようにねと、よくわからない母の言う通り、つま先立ちでぎこちなく弱々しく歩き、タクシーの後部座席に横になり病院に直行したのでした。到着するなり、内科の診療室の硬い診療ベッドにうつ伏せになり、先生を待つ私と母。母、蟯虫が腸の中で育って寄生虫になったのよ、きっと。白、かっこ、当時家で飼ってた犬が生まれたての時、クソに、寄生虫がいたのよ。あれとそっくり。そして先生が到着。先生、早速見せてくださいね。四つん這いになってお尻向けてね。はーい、そのまま動かないでね。緊張する私。一瞬沈黙。そして、先生が言いました。先生が言いました。お母さん、これえのきだね。えのきだけ。脱力して下半身丸出しのままベッドでうなられる私。確かに昨日晩ご飯鍋だった。ばば、まあ、とりあえず隣の眼科今すぐ行ってこいやぎょうちゅうって騒いだら、昨日の様子に消化されないでできたえのきだけがね、お尻から出てたという一幕でございました。細いもんね。ねえ、そんなわけないでしょ。そんな虫がピロって出ててってね。いやでも、出て夜中に出てきて周りに卵を産む、産むからなのか。あ、そうか、調べるか。あ、そうか、そうか、じゃあ当たらないと思っても出ててもおかしくはないんだけど。そうか、そうか。
ね、出っ放しっていうのはちょっとな、そんなとこ連れてかれてお尻まで見せられて、でもそあれだね、タクシーの運転手さんも何なんの何事なんだろうね、しかも後ろでこう寝かされ安心ターブ巻いて、でもさそんなさお尻さ四つん這いにしてお尻にセロテープ貼ってもらったりしてるんだからさ、うん、そりゃお母さんに頭上がんないってか、やつらもなめんじゃん俺らのこと。一人前の傷つきやすい心を持った人間として見れなくなるのも当然ですよね、これは。じゃあ他のお友達の中には絵浮きをセロハンテープに貼り付けて持ってっちゃった人もいるのかもしれないまあそれはでも絵の具だからいいじゃないですか。どんどんいきますね、ビデオレターで母がという、ね、タイトルでございます。ラジオネームチビさん、男性からのメールです。今から約10年ほど前、当時の職場を退職することになった私は職場の旅行に参加しておりました。結構大人ですね、だからね。当時の職場で旅行に入学したてのある日のことです。同じ小学校出身の J 子がニヤニヤしながら話しかけてきました。スマイ君ね、スマイが違いますラジオの、スマイ君ってさマザコンなんだね。こいつ何を根拠にいきなり何を言ってるの、正直大混乱です。何、一体どういうこと。彼女の発言を取り正すと、そこには恐ろしい母シズムの真実が。小学校の卒業文書に書いてあったじゃん、スマイ君のお母さんが最近スマイがやたら触ってくるって書いてたよと、どこまでもにやけ顔。種明かしされ一瞬パニックに陥る私。そもそも小学校の卒業文集に親のコーナーがあることすら知らず、にわかにはジェイコの言うことは信じられません。急いで帰宅し、慌てて卒業文集を引っ張り出して親のコーナーを読むと、そこにはこんな一文が。スマイ君は最近よくお母さんの肩もみをやってくれますね。小学校も高学年になり、女性の体に興味が違う女性の体に興味が出てきたのですね。女性に触れたい年頃になったことを点々点々何を書いている何を書いている恥ずかしさ、怒り、悲しみ、受け身の取れないもどかしさジェイコのみならず同じ小学校出身者およびそのご家族の皆様に読まれているんだ。しばらくは母親に反抗的になり、スタートしたばかりの中学校生活が楽しくないものになったことは言うまでもありません。なるほどね。これはさ、まずさ卒業文集っていうのは一生大切にするものでしょ。お学校側とか先生がさ、お母さんこれはちょっとやめた方がいいですよとか、微笑ましいとか思ったんでしょうかね。だから要は結局大人は舐めてやがんすよ子供のこと、所詮なんかその成長とかもこっちの性の目覚めも分かるよ、親が微笑ましく思ってんのは。でもこっちはさ、うんうん、ねえ必死で育とうとしてんだよ、これはさ、ジャックはさ、ジャックは必死なんだよこれはねえ、これだってさ、しかも肩もみをさ、肩もみ親切でさ、おそらく住まいが違いますさんは親切でやったんじゃないですか、それは。そうですよ ねやった結果さ、母思いだったんだ、女性の体に興味が出てきたなんでそのお前その、ま、的外れかつ上から目線な女性に触れたい年頃になったことを点々ってなんだこりゃ何を書いている、何に書いている俺名言ですね、これね、素晴らしいと思いますね。ちょっとこれはひどい、これはひどい、これ学校側も一緒に糾弾したいところですさあ、続きましてですね、これタイトルハッピーティッシュ、ラジオネームアリス川オトメティカさん、男性からのメールです。タイトルでもね、ハッピーティッシュ。田村さんこんばんは。先日大学を6年かけて卒業し、私と同じですね、陰浪という名の引きこもり生活を送るべく故郷秋田に帰ってきた。陰浪というのは大学院に入るための浪人ってことか、故郷秋田に入って帰ってきた私のとあるきっかけによって思い出した屈辱、裏切り、悪夢によってお話したいと思います。すごいね、屈辱、裏切り、悪夢って、もうなんか裏切りのサーカスとかそういう映画みたいなあれは中学3年生の頃、高校受験を控え学校全体が受験モードとなっている中、私も慣れない勉強を慣れないなりに頑張っていました。さて、効率的な勉強には適度なストレスの発散が必要です、うん、では一般的な男子中学生にとって最も効果的なストレス発散の手段とは何でしょう。そう、おしこりですね。おしこりって初めて、あの秋田の風習みたいに言うんじゃねえと、おしこりってこれでもある意味ね、ババアの釧路の王道っていうかね、これね、その当時全身これ弾痕と書いてファルスファルスと化していた私にとってきちんと押しこれるかどうかは勉強の成果と直結していましたけれども、そんな私のくすみにはどうしても無視できないあるしこりがありましたうるせえなおしこり、あるしこりがありました。我が自室への侵入者、OFUKURO、 おふくろの存在です。
彼女は定期的に私の部屋に侵入し、机周りから本棚付近はおろか、完全な死角であるはずのロフトベッドの上まで全てを片付けていきます、うん、そして、はいはいはい、そのロフトベッド周りを片付ける際、毎度毎度私が後で片付けるつもりで放置していたハッピーティッシュ、おしこり後に残るものが、がばりとさらっていくのです。この定期的な恥ずかしめは思春期の私の心を激しく傷つけていました。しかしそれでも私が OFUKURO お袋の侵入を強く禁止できなかったのは、掃除の後で彼女が毎回鼻炎で辛いの鼻炎で辛いのはわかるけど鼻をかんだティッシュはちゃんと捨てなさいねと言ってくれたからです。確かに当時は私は鼻炎で鼻をよく噛んでいたので、お袋は鼻炎に悩まされる息子のティッシュを純粋な善意で片付けているのだろうと思って、逆に申し訳ない気持ちでいました、うんうん、その一方で私は Girl in the box 箱入り娘でね、天然の入っているお袋のことだからガチで何が何なのか分かっていないんだろうなと推定しており、それが気休めとなって恥ずかしかったによる自我の崩壊をギリギリのところで踏みとどまらせていましたと、うん、なるほどね、うん、全てが終わったのは全てが終わったのはお袋と喧嘩した時でした。その日勉強をサボって爆音でギターを弾いていたダメですね、勉強をサボって爆音でギターを弾いていた私の姿に激怒した彼女、これは受験ストレスの発散なのだと言い張る私、長々発止の口論が続く中、私を本気で殺すつもりの私は本気で殺すつもりでキラー中キラーキラーワード本気で殺すつもりで母が放った一言、お前勉強もしないでギターは弾くわ、部屋にはマスターベーションに使ったティッシュを散らかすわ真面目に勉強する気があるのか。その時愚かな私はやっと気づきました。ああ母はあれが何だってちゃんと分かっていたんだなと、そしてそれが分かった上で何を鼻を噛んだティッシュだととボケて善意の顔をかぶった侵入を続けていたんだなと私は泣きました泣いちゃった身を裂くような恥辱と裏切りによる苦しみを洗い流すように涙をいっぱい流して、それからの私はこの一件によって溜まった莫大な怒りをノートにぶつけ続け、なんとか第一志望の高校に合格しました。また一番、机の一番下の引き出しに小さなゴミ箱を隠し、そこにハッピーティッシュを捨てるようになる。他の処理方法ないのかよこれで話は終わりではありません。秋田に帰郷して2週間ほど経った先日のことです。九段の出来事以降、何を机の隠しゴミ箱に捨てることが完全に習慣となった私は、いつものように引き出しを開き、ハッピーティッシュを捨てることにしました。その瞬間、全身が騒げ出しました。こちらに来てから溜め込んでいたティッシュが綺麗になくなっていたのです。これはもしかして、いや絶対にそうだ。悪夢は終わっていなかったのです。ババア！俺もいい年なんだし、この悪夢を早く終わらせてくれ！という。ハッピーティッシュのねやり場にはやっぱ誰もが困ってるんじゃないですか。これでもね、そのティッシュの処理方法他にねえのかよっていうかね、俺あの溜まったのを、うん、トイレに流して大変なことになったことあのティッシュはトイレに流すとっていうことで、ちょっとこの方ね、電話が、アリスガオトメティカさん電話がつながってるらしいのでお話を伺ってみましょう。もしもし。あ、もしもし。どうもこんばんは。お疲れ様です。お疲れ様です。どうもどうも、ありがとうございます。ね、ということで、はい、屈辱、裏切り、悪夢。まずそのあれですね。はい。喧嘩でね、一番こっちも強く出てる、その最高潮で、はい、最も恥辱的な、こう、攻撃をされたというね。あれ、きついですね、これね。いや、本当にきつかったですね。さっきメールにも書いたんですけど、僕自身も全く母親、そういう気ないんじゃないかなっていうふうに、まあ、思ってたんで、うんうん、しかもその、今、歌丸さんも言ったんですけど、喧嘩の一番、盛り上がってる瞬間に、はいはい、思ってない、しかも視覚から最強の、そう、しかもね、はい、言語が出てますからね。マスターベーションってね。だからそこら辺のきちんとしたところで言うのがきついっていうのもあります。なんかそこでね、部屋にはなんかいかがわしいティッシュぐらいに留めとけいいものをマスターベーションに使ったとまで言われたらもう逃げ道がないもんね。いや全くないですね、うん、これ、うん、ちなみにそのなんですか、アリス側、はい、オトメティカさんはそれ言われて、はい、私は泣きました、はい、泣いちゃった。本当にない、母親の前で泣かなかったんですけどちょっと確か無口になってパッて家帰って部屋を見てちょっとポロッと綺麗な涙出た。綺麗な涙。なんかそのお袋にマスターベーションという単語を使わせてしまった罪悪感みたいなものもなんかどっかあるかもしれないよね。はい、そうですね。それがそれも絶対あったと思います。はい。お母さんもさ、その泣くまで
泣くまでそのショックを与えてしまったことに、お母さん側の反応はどうだったんですか、その後。ああ、母親もそうです。いや、なんかそう、母親は割とひょうひょうとしてるし、うん、なんか忘れてるみたいな。あ、忘れてる。はい、あ、ちなみにですね、はい、お母さんは今、はい、どちらにというか、何してらっしゃるんですか、今は。あ、お母さん、今、隣にいるんで。うわー、ちょっと。ちょっとこれ僕も話すの怖いですけど、ちょっとお母さんにも事情を伺ってみるという意味で、お母さんお話電話かかっていただいてよろしいでしょうか。あ、大丈夫ですよ。どういうこんばんは。もしもし、こんばんは。はじめまして。はい、すいませんね、ちょっとぶしつけなコーナータイトルでございますが、まあ、母へのこういろんな愛を歌うというコーナーでございまして、今お話伺っていただいてました、その件については。はい、まず基本的なところですけども、息子さんのそういう行為について、はい、当然じゃあご存知だったということですか。いや、その頃のね、年の子っていうのはそういうのあるだろうなって私は経験ないんですけど、うんうん、あるだろうなとは思ってましたので。ははは、ハッピーティッシュは最初からハッピーティッシュだなっていうのは分かってたんですか。分かってました。これちょっとごめんなさい、高額のためにというかですね、これを聞いてる、今その年頃のね、男の子たちもいると思うんで、何でやっぱ匂いとかですか、やっぱ。何で分かっちゃうんですか、これは。鼻水じゃねえなっていうのは。言っていいんでしょうか。いやいや、お願いします。濡れ方です、ティッシュの。あ、濡れ方。濡れ方ね。水分量です、ね。濡れ方が鼻水じゃない。ああ、まあそうか、はい、そりゃそうか。鼻水の量ではないなっていう。量ですか。そのハッピーだったんだな。これ、ちょっとこれも伺っておきたいんですが、そういうのを見たときに、はい、お母様としてはどういう感じなの、その恥ずかしいとか、もしくはその大人になってくれて嬉しいとか、そういう感じで言うと、どういう感じなんでしょう、感情として。嬉しいとかそういうのも全くなくって、まあ、そうか、みたいな。そっか、そんぐらいか、みたいな感じですか。まあそうですね。あんまりこう、かなり昔の話なので、覚えてないんですけど、まあ、普通に成長してるかな、みたいな。あ、まあね、その時お父さんに相談なんかはしたんですか。いや、全然相談はしなかったですね。あんたの時はどうだったのとか、そういうのは。いや、主人にも話したことはないですね。まあ、要はそれほどのことは思ってないということなんですかね、これはね。普通なので、別に、まあ、ね、通過点のもんかな、みたいな。まあ、それはね、それはそうなんですよ。ただ、それ、カタールウィークの今夜は、この特集、春の、もう、さあ、ちょっと、この間から何度も言って、てんじゃん、もう。友達に笑われんじゃんよ、もう。ちょっとババアノックしろよ祭り。今年の1月16日から始まったこのコーナー、スペシャルウィークの今夜はついに拡大版をお送りします。本当に非常に大人気。先ほどね、セックス山口さんもね、ミックスしていただいたセックス山口さんももう、ババアノックしろ大ファンなんで、言っていただきました。ありがとうございます。そして、この今夜はこの祭りにふさわしい、こんな方もスタジオにお招きしております。このコーナーの生みの親、番組アドバイザーの瀬野鎮こと瀬野正夫さんです。お帰りなさい。あ、どうも。ご無沙汰です。そんな声の出し方してないです。心配してくださった方、心配かけてごめんなさい。そうですよ、しばらくちょっと番組お休みしておりましたけど、はい、瀬野鎮さんは今年の1月中旬から体調を崩して、入院されていたということなんですね。そうですね、一月ぐらいですね。はい、一月、ちなみに体調を崩した原因は酒ですというね。そうですね。気をつけましょうね。いや、ちょっとその発音でも喋りづらい。おかげで、ノンアルコールビールの味に詳しくなりましたね。あ、いろいろあるんですね、ノンアルコールビール。ええ、うん、やっぱ美味しいのもあれば。うんうん、やっぱね、さすがにね、まあどこのとはメーカーはいませんが、売れてるのは美味しいですね。ああ、ちゃんとそのうまいなと思って。売れてるなりの理由がありますね。あと、ビールの代わりだと思わない方がいいですね。あれはあれ、あれ、ああいうノンアルコールビールという飲み物として飲むと、うん、美味しさがグッドアップします。確かにそうだよね。その偏差で考えると失望がね、そう、増えちゃうもんね。ノンアルコールビール、失礼、はいね、ちなみにね、ビールの代わりっていうのは、瀬野鎮さんね、リスナーの間では、死亡説がささやかれていた。そうそう、あのね、そう、瀬野鎮さんが来てますって歌丸くんが言った時に、うんうん、ツイッターで、はい、
生きてたんですか死んだとかあのいくらなんでもあの亡くなったら亡くなったでねそれは言いますしね、はい、まあまあその順調に回復してすでに退院という2週間ほど前からタマフルねこの現場にも復帰していただいておりますまさにレベナントをよみがえりし者、はい、それが瀬能正雄ということでございますいやあれはねあそこまで行っちゃったらもう大変ですけどね大丈夫ですか血だらけでしたからねあの話がおぼつかないんですけど大丈夫ですかあのこのコーナーねあの聞いていただいてましたかその後はい聞いてましたあのちょうどねそのコーナー始まる直前ぐらいにねあの、はいはい、入院されちゃったから、ええ、うんあのどうですかこの人気具合はまあやっぱりいますね、うん、お母さんお母さん話、はい、こんなに広がると思わなかった一つぐらいはあるだろうなと思ってましたけど、うんうん、それぞれ一個ぐらいあると思ってたけど、うん、いろんな角度から来ますもんねでねやっぱお母さんそう言われてもノックしろって言っても、うん、しなかったっけとかさノックぐらいいいじゃん別にとかさ全然文句言っても答えないですよね答えないところはね、うん、またね、まだ腹立つんだよなみたいなことですかねもう今は大人気コーナーとなっておりますのではい、ということで早速バンバン読んでいきたいと思います瀬野真さんと一緒にリスナーの皆様から届いた告発メール、はい、できるだけ紹介していきたいと思いますでは最初のメールですラジオネームムーちゃんからのメール、その踏み台ってというねその踏み台ってという内容東方33歳事件は約半年前神さんが出産し私の実家に家族で居候した時起こりましたから結構大人になってからですよ33歳、実家では階段から子供が落ちないように階段の前に高い、囲いを作っておりそれを越えるのには踏み台が必要なのですが子供が登っちゃわないようにってことはそもそもね、うん何を思ったのか前マザーは私の使い古しのEROBOOK エロブック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 をどこからから、調達し、踏み台に使用しているというのです皆さんよくご存知のいわゆるかなり分厚い月刊のエロコミック雑誌です母はちょうどいい、厚さの本があったということで何の躊躇もなく裏表紙のメンズクリニックの包茎手術広告を踏んでいきますしかしそのことをよりにもよって神さんからあの踏み台私気づいたんだけどエロ本だよねと指摘されるという CHIJOKU 恥辱神さんと母から同時に恥ずかしめを受け、即座に踏み台を、コロコロコミックに交換が書いてもらうねコロコロコミックに交換したのは言うまでもありませんババア33歳にもなって足で踏まれて俺の心はぺしゃんこだよなるほどねコロコロコミックだとでも足はみ出すんじゃないですか大丈夫ですかまあねあのなんだ快楽なんとかみたいなやつだね快楽をそのあるよねなんかねエロ本でねうん頓着しないんですかねこれね本でしょ本は本でしょみたいなことなんですかそうですねお母さんは踏んでたんですねじゃああれじゃない子供のエロ本見つけても逆にそのあらお年頃ねみたいなぐらいでスルーしてでも33歳までそれはもうエロ本でぐらい読むでしょそんなもんはみたいなそのぐらいのだから別に分け隔てないだけかもしれないですよね 裏向きにしてたのは何かあるんですかね裏が配慮だったんじゃないですかじゃあ包茎手術広告、うん、お前は大丈夫かっていう違うと思いますよ違うそれ子供まで産んでんだから別にいいじゃないですか別に包茎だってなんだって別にねえ、まあまあそういう、じゃあちょっとジャブ程度に手がしていただきました。続きましてですね、じゃあこれ、あの、サブタイトルから先行くね。卒業文集にて、いきますよ。ラジオネーム、住まいが違いますさん、男性からのメールです。歌丸さん、こんばんは。初めて投稿いたします。二児の父である私には、今なお続く呪いにも似た母沈む案件があります。それは、私が中学校を片付けることによってですね、その息子さん側が、あ、お母さんにバレたっていうんで、こう、あわわってなるんじゃないかって、こういう懸念はなかったんでしょうかね、これ。だからあの鼻水かなってあだから要はあんた自分でちゃんと片付け私は見てるけどちゃんと自分でやんなさいよみたいなそういうあれもあったんですかね実は匂わせることでそうですねもうまあ男の子なので片付けるっていうのはなかなか下手くそなので、うん、はいはいはいだからまあまあしょうがねえなぐらいの出るものは出るっていう感じ出るものは出る出るものは出るちなみにそのですね問題の、お母様とですね、はい、その喧嘩してですね、はい、その時に、はい、ついその真実を言ってしまったというこの件はご記憶はされているんですかこれはいや私はもう忘れていたんですけどあそうですか言われたらそうだったかなそんなこともあったかなぐらいその時にそのね息子さん泣いちゃったって言うんですけどそんなこと知ってました泣いちゃったなんて知りませんでした。いや、傷つけたんだなって、そんなにデリケートだと思わなかったんですよ。これ、出た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 。これが、お母様、お母様、これがですね、我々が言うところ、はい、母沈む。
母性という名の無神経というね、我々がこうちょっと言わさせていただいているものでございまして。はい、あ、そうですか。母性という無神経というのは、もうわかりました。いや、すいませんね。本当にすいません、お母様。はい。ね、元々は片付けないね、その息子さんが悪いんですからね。はい。ありがとうございます。なんかちょっとお呼び立てしちゃってこんな。はい、いえ。ありがとうございます。あの、息子さん以上もう一回。はい、ありがとうございます。はい。お願いします。はい。いや、すごいな。はい、もしもし、はい、もそうです。はい。これでもね、はい、アリス川乙女ティカさんね、今、お母様、ご出演で、非常に貴重な証言が得られました。はい、ハーシズムサイドの気持ち。そうですね、ネットで見ても、あんまり通り一遍のことしか書かれてないし、あと、母親側の心理ってあんまり語られることってないから、そうですね。僕も参考になったし、もう生かせないと思うんですけど、乙女ティカ君もやっぱり乗り越えたんだね。そうですね。それがあるから今、こうやって、今ここにいるなって。てか、これをお母様とね、だから仲いいんだよね。結局ね、お母さんとはね。あ、そうなんですよ。その、僕のあれが、あの一件以降なんですけど、母親に対する見方もかなり変わって、いい意味で変わって、なんかそれまで割と、なんだろう、箱入り娘じゃないですけど、天然だなとか、なんかテレビで寝ればがあるとすぐ消すみたいな硬い人ってイメージあったんですけど、それ以降なんか母親の逆にそういうなんかマスターベーションって言っちゃう感じのフランクさだったりとか、あと、音楽も、意外と悪い音楽、例えばメタル、ヘビーメタルだったりとか、ハードロックだったり、あ、そうなんだ。あと、はい、ダブルとか、母親は聞いてて、それで一応ライムスターのことも、マグディファン、ラブル。あ、はい、やってますね。うんうん。はい。で、なんか、それまでちょっと宝島社の早稲田特集で出てる歌丸さんのことぐらいしか知らなかったんですけど。はいはいはい。はい。それからちょっとライムスターとかっていうのをきちんと意識するようになって。あ、そうなんだ。そうですね。お母様おいくつですか、ちなみに。今もう56、今年で6です、ね。ああ、そう、じゃあ結構じゃあ、はい、とはいえ若い音が聞く感じではあるね、やっぱね。そうですね。なんか、母親、双子なんですけど、双子の姉、あ、妹の方が、そういうの好きで、ね。そういう音楽好きで、はい。うん、ありがとうございます。いや、ありがとうございます、はい、じゃあ、はい。はい。ということで、じゃあ、結局ね、そういう、じゃあ、こういうハーシズムに対していろいろね、ぶつかり合うのも効果があるということ、よくわかりましたんで、本当にありがとうございました。乙女が、アリスは乙女ティカさん。はい、お母様にもよろしくお伝えください。はい、わかりました。ありがとうございました。ありがとうございます。いやー、すごい。うん。ねえ、よかったですね、これね。いいコーナーだね。いいコーナー育ってますよね、やっぱね。ね、うん。はい。あ、いいコーナーね。いいコーナーですよ。はい、ということで。じゃあ、続いていきましょうね。続いて、女性からのメールです。タイトル、見つかってしまった女、ラジオネーム、グミコンブさんからのメールです。歌丸さん、こんばんは。あ、こんにちは。初めてラジオに投稿いたします。とても恥ずかしい内容なんですが、春のババアの釧路夜祭りということで勇気を持って応募します。女性ですからね。それは私が18歳の頃の話です。私はもうそれ以前から一人エッチを頻繁にしており、もうみんな腕組み始めちゃいました。もっと快感を得たいとインターネットで男性器型の大人のおもちゃを購入しました。18歳、そっか、すればエロい人はエロいんだね。実家ですので誰もいない時にコソコソと使用してはベッドに隠しておりました。ほうほうか、これエロ本とかで隠すの難しいね。いつもはベッドの布団を畳んだり綺麗にするのは自分自身の役目なので誰も触らないであろうという自信がありました。しかしある日仕事から帰ってくると、あ、もうお仕事されてたのね。ベッドが綺麗に片付いており、びっくりして、まさかと思うと、男性器の大人のおもちゃが、ちょーんと布団の上に綺麗に乗ってるではございませんか。バレてしまった。なんか言われるかもしれないとドキドキしてましたが、その日母親からは何も言われず、ああ、お母さんもそこは気を使って見ないふりをしてくれてるのねと少し安心しました。後日、そんな母とテレビを見ていたのですが、番組内で、亀が出てきたシーンで、亀。急にお母さんね、ふと思い出したように、そういえばあんたベッドにバイブがあったけどあんたが自分で使ってるのと聞いてくるではありませんか。頭おかしいのかこのババ。亀見て思い出してんじゃねえよ。しかもなんだよそのよくわかんない聞き方は。と思いながら恥ずかしさと急に引かれてパニックになり、私以外なら誰が使うのとよくわからない解消してしまいました。すると母、普通そういうのって男が女に使うものじゃないのと。ババア変な偏見持ってんじゃねえよ。父親のエロビの見過ぎか、オナニーに使って